はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、グランドキリンシリーズ、また出ました、みたいなんで、買いました。ファミリーマートで売ってました、グランドキリンのホップフルーティーです。キリンですね。アルコール度数5.5%、容量が 330ml、原材料が麦芽とホップ。口当たりが良く香りが広がる、好景瓶です。まあいいか。フルーティーな香りと上質な苦味、希少なネルソン総瓶ホップが醸し出す、爽やかな一本。一手間かけたホップ発酵中に漬け込み、複雑な香味を引き出すキリンビール独自のディップホップ製法を採用だそうです。これが、製造が2010年の9月下旬だから、まあ10月ぐらいにこれ発売したんですよ。9月下旬あたりにね、出たらしいんですけど、まあ今更ながらね、ファミリーマートで売ってましたんで、ファミマはね、行かないんでね、わかんなかったんです。それじゃあ。グランド。それじゃあ、いただきます。おお！うわ、なんじゃこりゃ。うめえ。ん？あ、これうめえ。すげえ香りがすごい。フルーティーな香りと上質な苦味の爽やかなグランドキリン。ニュージーランド産の貴重なネルソン総瓶ホップをディップホップすることで、グレープフルーツのような柑橘感を味わい深く引き出しました。確かに、これ、グレープフルーツっていうか、オレンジっぽいような、香りするわ。すげえ、これ。うまい。久々にこれ、あれだぞ。グランドキリンの中で多分一番うまいな、これ。グランドキリン、ほぼまずいのばっかだったけど。まずいのっていうか、値段的にこれ、値段いくらだったっけ？ 230 円くらいだったっけ？なんか微妙なのばっかだったけど。これはうめえな。これはうめえ。仮面発酵酵母で発酵させることで、ホップ由来の弾けるようなフルーティーな香りに、上質な苦味とすっきりした後味が相まって、爽やかでありながらグランドキリンらしい飲み応えのある一本に仕上がりました。全国のファミリーマートで先行数量限定発売中だそうです。これうめえ。そして苦味も結構あり。これ多分一番うめえわ、これ。グランドキリンシリーズ一番うまい、これ。結構柑橘系の香りがね、半端ないほど、香りますね、これは。それでいて結構苦い。苦味があるんだけど、すぐ引きますね、苦味が。これは結構爽やか。かつ、苦い。あ、これはうめえ。これやっとグランドキリンが本気出したんか知らんけど、
今までのグランドキリン、事実これ、ろくでもないのしかなくて、正直これ二度と買わねえわっていうレベルだったんですけど、二度と買わねえわっていうかね、だいたい高いんだよ、そもそも。グランドキリン高いんだよ。これいくらだったっけな。まあ、値段高いんだよね、だいたいね。あ、税込みね、245円だって高えよ。250円もすんじゃん。それで容量 330ml でしょ。それは買わんて。俺それ買うんだったら、これ買うっていうか、これ買うっていうか、グランドキリンシリーズ買うんだったらさ、普通にギネス買うわ、ギネス。ギネス買うわ。値段同じだもんだって。普通に考えてみ。ギネスとさ、グランドキリン、どっちがうまいかって、もう明白ですよ。100% ギネスの方がうまい。もう多分、こいつらなんて足元に及ばん。これ発売日が9月の23日。2014年の9月23日。うん。これはまだこの値段でも、まあ、引け取らないというか、でもギネスの方が絶対うまいからな。でもこれギネス買うわ。多分ギネスと同じですよ、値段。ギネスも250円するもんな。まあ値段的に考えてやっぱり、ね。外国のお前ビールのギネスと同じとかさ。俺の中でギネスはもう神がかってるからね。もうあれはビールの中で最高峰のビールだと俺は思ってますから。特にギネスでも瓶のやつはダメ。全然うまくない。缶の玉入ってるやつね。泡立てる玉入ってるやつ。あれじゃないと絶対に買わない。瓶のやつ前買ったけど全然まずかった。どうなってんだってぐらいまずい。まあでも、うん、グランドキリン今まででのシリーズっていうか、いろいろ4本。これで5本目なんですね。グランドキリンは、何本出てんだっけ。多分5本ぐらいグランドキリンシリーズ出てるんですけど、その中で多分一番もう頭一つちょっと飛び抜けてます。これはね、唯一これだけなんか、突出してますね。うまさが突出してるんで、まあ買うんだったらこれ買った方がいいでしょう。って言ってもまあ、うん、まあそれはどうか知らんけど。俺結構ね、ビールでね、柑橘系の味のするやつ好きなんさ。だから、これは、すごい。うん。うまい。だけど、250円だから、まあ、ちょっと無理だな。買えねえ。こんなん、ね、買えねえ。バカすか買ってられんな。まあ、これ買うんだったら、エビスの缶買うね。で、基本的に瓶ビールよりか、俺個人的に缶ビールの方が好きなんで、缶ビールの方が大体うまいんですね。てか、まあ今まで飲んできたところだと、缶ビールの方が絶対うまい。瓶ビール買ってるけど、瓶ビールはよく買うんですけど、あれね。
あの、一ケース、ケース買いしてるんですけど、瓶の方はあんまり美味しくない。香りが良くないですね。香りがなんか飛んでる。というか結構ね、缶ビールの方は、あの、缶のスチールの香りっていうか、アルミの香りか。アルミの香りが結構充満してるんですよね。結構味が移ってんのかな。で、まあ基本的にその香りが苦手っていうか、まずいっていうか、嫌いって人が結構いるんですけど、俺は好きなんで、そっちの方が好きなんですよね。うん。普通の人はやっぱ瓶の方がうまいと感じるらしいです。ただ実際飲み比べてみるとだいぶ違うんで。うん。まあ俺はそれで飲み比べて、明らかにこれ缶の方がうめえなと思ったんで、缶の方が好きですね。だから瓶好きな人は、あの、いいなと思います。だって缶の方が高いからね。瓶ビール安いんですよ。かなり。缶に比べて量的な意味で考えても。瓶1本5円でも売れるし、ケースが1個100円、200円か。200円で売れるんで、1ケース丸々全部売ると300円で売れるんで、それを考えるとね、明らかにね、安い。だから俺買ってるんです。俺酒好きなんで、ビールとか好きなんで、あの、量が飲みたいんで、ケースで瓶を買ってるんですけど、俺が金あったら 100%、缶を買います。缶ビールを買います。まあ、俺が金が大量にあって、1億円ぐらい持ってたら、そうだな。もう、あれだな。多分買うのはね、あの、ギネスの缶ビールのやつを、ぶわー買うか。もしくは、俺が飲みたい、今ね、高いから手届かないけど、飲みたいのが、ギネスでしょ？あとあれですよ。コロナビール。まあこれ瓶ですけどね。まあコロナビールはまあ缶はあるけど、やっぱ瓶で飲みたいよね。で、あとはあれですね。ハートランド。この三つだな。俺の中で高級で、あの、飲みてえなって思うやつだね。うん。まあコロナビールは基本的にあれは、まあ夏用だな。冬はやっぱりギネス。もしくはハートランド飲みたいですね。この3つはね、あの、100% 俺の中で、あの、高級部類です。うまい。多分、俺の中のビールの中でいい。三つ星の、三つの指の中に入る。いや、五つの指の中に入る、うまいやつですね。時点で、あの、エビスの缶と、あと何かな？まあ、あとはわかんないけど、なんだろう。うん。買うとしたらね、まあ、エビスはもう譲れんでしょうね。まあ、エビスのね、あの、瓶はね、前買ったんですけど、ケースで。やっぱ瓶はまずいですね。あ、缶に比べるとね。やっぱ瓶ですよ。じゃあ、缶ですよ。だからね、缶の 500ml をケース買いしたいんですけどね、ちょっと金がね、あまり足りないんでね、買わないという。まあ、このグランドキリンも美味しいですけどね、まあ、金さえあれば買っても、5つ目にこれを入れてやってもいいですけど、まあ、いかんせん、この生ビールで、柑橘系の香りがする生ビールっていうのはなかなかないんで、レアですね。本当に。これは柑橘系の味がして、なおかつ、まあ、麦芽 100% ビールですから。うん。そしてしかも苦い。多分。多分苦い上にちょっと甘いですね。
さすがキリンですね。うまい。まあ、あとスーパードライも俺大好きなんですけど、スーパードライの缶ね。缶も大好きですね。まあ言うて、まあ、あとまだいろいろ好きなのはありますけどね。キリンのクラシックラガーとラガーね。クラシックラガーもラガーも、やっぱ缶ですね。どっちも缶。缶の方がうまいです。まあ、そんな感じですね。これ美味しい。まあ、数量限定なんで、まあどうなんですかね。今、9月23日これ発売して、11月20日の今日買ったんで、まあ結構長く持ってますね。数量限定だから。もうそろそろなくなるんじゃないかな。で、多分この動画が、この動画が多分アップされるのが多分12月以降なんで、下手したら1月ぐらいだと思うんで、多分、その頃には多分、残念ながら売ってない。売ってないという可能性があるんですけど。まあ、いっか。売ってなくてもな。まあ、俺飲めたし。リスナーのね、リスナーがね、まあ、飲みてえなーとか思いながらね、えへへ、俺は飲んだぜ、みたいな。そういう、えつに入るのも悪くない。ということでね、これが、評価と。まあでも多分売られてると思うぞ、普通に。でもどうなんだろうな、わかんねえ。これはコクがあって、コクがあって、まあ甘みもそれなりにあり、香りがやばいですね。香りが特にやばいですね。これはうまいです。4355です。ご視聴ありがとうございました。